メイドカフェ行ってたら萌え萌えキュンしに行かないと。彼女欲しい。マンションの前でキスしてたのは覚えてる。待って、俺マジで神ホノタク見てて、これま…あ、いやマジで神ホノやばいやばいやばい、待って、韓国から来るんやったら、どういうルートがいいんやろ。韓国から北海道行って、北海道から東京行って、うん、東京から新幹線で京都の方行って、福岡行きたいんやったら福岡行って、福岡から韓国に帰れば一番近く韓国まで着ける。やべえな、日本を楽しむ気満々のルートだ。でも福岡と韓国めちゃくちゃ近いから、行きはちょっと時間かかるかもしれないけど、帰りはめちゃくちゃ一瞬で帰れるっていうルートになりそう。で、それ以外は、まあ、北海道、東京以外は全部新幹線で移動できるから楽やし。もう楽しみだね、日本の旅行。うん。何が一番食べたい？日本のお寿司。うん、ああ。と、ラーメン。ああ、なるほどね。え、もうそんなん言ったら、東京でも北海道でも全部うまいとこあるよ。キューベしかわからんわ。すげえおいしいって言われてるところ。あんのかな、それ以外。インド高いよな、土地代も合わせるから。ああ、なるほどね。同じクオリティでもっと美味しいの出てきたりもするから。いやでもおじさんがいっぱい知ってるから。ああ確かに、我々がグルナビで調べるよりもっと正確な情報が。そうで、あの貸し切りにできたりするお店とか知ってるから、多分やるんやったら貸し切りやし。今度日本来たら秋葉原行こう、まず。確かに、メイドカフェ行きたい。あー、いいね。メイドカフェな、俺1回しか行ったことない。俺1回もないっすわ、メイドカフェは。どんな感じなんすか？ご主人様って迎えてくれて、もうほんまベタやで。あの、一緒に魔法をかけて、あれみたいな感じの魔法をかけたりとかして、俺が行ったとこは、なんか猫の惑星みたいなとこにいますみたいな、なんか言われて、で、あの、絶対に猫耳のカチューシャをつけなきゃいけないっていうとこ。あ、すげえ。おー、いいね。猫耳。庄司さんと言って。オッケー、じゃあモンドがメイドカフェを行きたいのは分かった。任せて。準備しとくわ。何の準備？予約。モンドが来日した時の予約。でもその時ラスもみんな来るからさ。ああ、じゃあみんなで。萌え萌えキュンしに行かないと。メイドカフェっていくら？でもモンド。うん。メイドカフェ高い。大丈夫大丈夫、クンさんが言った。やば、えらいもんど。もうそんなクンさんがそんな領域までいるって知ってんのか。うん、でもしかもさ、ラッさんも来るんだったら、でもおじさんもついてくるから。そう、あのもんど、俺らあの一切お金出さなくていいよ。もう全部買ってくる。いいね。ジュース8ドルするから。オレンジジュースいくら ?800 円。オレンジジュースになんか、あったかな。オレンジジュースなんか入ってるかもしれん。金かな。金入ってるかも。おー、いいね。じゃあまあ、しょうがない。一人だ。はい。あ、俺の目の前ちょっと入れてるダメージ。オッケー、ナイス。モンドの方からスキャンされたから、あ、倒した。これもしかしてモンド倒したんじゃない？はい。あ、ナイスセンス。あ、いる。でも70、ここ、あ、ここの中にいる。え、上からも中降りてきた。オッケー。107。じゃあドア壊すわ。ナイス。最悪なやつがいる。一人やった。ナイス。今度ラスト。あ、そうですよね。待ってフィル。やったやったやった。ナイス。オッケー。これなんかあれも来てんな。オッケー、やったやったやった。やったけどまた別だわあれ。ファイアインドホール。あ、待って、俺の名前。あ、撃った。オッケー。ナイス。オッケー、やった、やった、やった。
モンド、ライフラインロエイスもできろ。ナイスモンド。ナイス。あなたうまいね。エイペックス。飛んでってる。やべ。カバーします。カバーします。サンキュー。オッケー、やったやった。ライフラインできろ。ナイス。クラスター、射出。うわ、上から撃ち下ろされてる。待って、これ上から来てるわ。うん、ベースパスだね、またこれ。やばいやばいやばい。いや、これモンド起こせると思う。これ上から降ってくるだけ警戒しますわ。エースミリ、ミリではね。ナイス。マイケルナウ。ナイス。あ、上から降りてきた。おお、ナイス。あね。あとワンみたいや。なんかおる。これラストじゃね？ナイス。GG。あ、いるいる。あ、いるいる。わった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 。ホライゾンあった。ホライゾン52。ロボ終わり、ロボ終わり。ロボやった。ナイス。オッケー、やったやったやったら。ナイス。終わり？いや、まだいる、まだいる。どこや？ラスペスパー。え、パスやってる。あれ？どこや？あ、中にいる。中、中。オッケー、オッケー。お、ナイス。素晴らしい。ん、なに？彼女欲しい。彼女、俺も欲しいよ。あ、相場さん欲しい。欲しい、いや無理無理無理。なんかちょっと弁解させて。いや欲しいんだけど、なんだろう、好きなことできなくなるんだったら嫌だかもしれない。好きなことをさせてくれる彼女を作るんですよ。うん、どうやってボドカさん募ったんですか。バカ喧嘩しまくって、はい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 、もう俺に何を言っても絶対に変わらないって向こうに思わせて強制的に変えました。そんな、はい、いや、マジで喧嘩するのは覚悟で付き合った方がいいです。ああ、なるほど。この人はで、いかにそれを相手に理解してもらえるかまで落とし込むかす。あの最初から多分理解、いくらゲーマーの女の子でもない、はい、だから配信者とか、あとは アイドルやってますとか、うん、なんかそういう芸能関係の人たちと付き合うと、まあ本人たちもやるべき仕事があるから、そっち時間も取れないしっていうので、お互い頑張ることがあるからっていうので共通点で、もしかしたらうまくいくかもしれないですけど。ああ、なるほど。この女の子は絶対無理ですね。やっぱおかしいっすもん、俺らゲームやる量が。まあ、確かに異常っすもんね。人生の半分多分ゲームに費やしてると思うんで。話せば理解するはないんだ。割と彼女いたことある？ない。あの小学生の頃いた。はい。あの小学生の頃、もう毎日帰るたびマンションの前でキスしてたのを覚えてる。え？誰が？俺が小学生の頃に。女の子と？そうそう。え、映画見てそれを真似てキスしてバイバイっていうやつを1ヶ月続けたら拒否られた。やば、うん、ログインボーナスみたいに毎日やってた、ずっとペッて。どんなマセガキやねん、うん、びっくりしたい。そば、うん、さんがやってんのびっくりしたわ。ここに上いる、がっつり登ってきてるわ。待って、いやーマジー、そばさんやばい、モンドが別に戦ってる。逃げて、そばさん。逃げられない。ただレイスはダウン入れた。だけど蘇生されてるかも。俺蘇生しに行くわ。下階から入れる。ジブラルタル下にいる。あ、なんか上上がってこようとしてる。別パー上上がってきた。モンド
嘘。上から屋上から来るかも。なんかパスファインダーのあれだよ。パスファインダーやった、パスファインダーやった。ナイスナイス。ここいる、ここいる。この上にいるのか。やべやべやべ。多すぎんだろ。多分ここにまだいる。オッケー。うすうす。上に炎を焚いたけどダメージは食らってねえわ。このルート何？私の炎です。ゴミです。これ。二度と使わねえわ。そばさんさ、さっきからまあまあゴミ炎焚きまくってんねん。味方の邪魔んなら炎めっちゃ焚いてんもん。言ってほしい。多分一生治らない、言わないと。俺、自分の中で今まで全て活躍してる炎と思って焚いてるから。やばい、見る、なんか目の前いいんだけど。マジで110入れた、55。あと50しかないぞ。任せてほしい、俺の神炎を見せてあげる。なんか右いる、右いる。ライフラインやった、ライフラインやった。待って、俺、マジで神炎焚く。見てて、これ、ま、いや、マジでゴミ炎。やばい、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 待て。待てやばい、ポンドごめん。そばさんガチ。待って、モンド？待って、俺買いました。おい、えぐいって。ああ、もうダメだよ。ガチゴミ炎焚くやん、急にフラグ。この音の線で音が。変でダメだね。